ちょっとまだ進んでないんですよね。それ何年前なんですか。いやいや、今年の今年の元旦、今年の元旦正月早々そんなめでたくねえじゃないですか。正月元旦にやばくない、息死にかかってやばいじゃないですか。伝説ですね。伝説のローグンの前のなんかサムネっていうか切り抜きみたいので使ってる写真は傷がないじゃないですか。はあ、なんか優しそう。はあ、元旦今年の元旦、あれ笑い声じゃねえよ。マジですか。その親父まだパクられてるんですか。まだいます。え、まだいます。どこに。あの鶴ケース、あ鶴見ケースでまだいるんですか。まだちょっと進んでない。あ、時短か。こんだけ殺人未遂だから。これはかなりよ。殺人未遂だってこれ15年、10年ぐらい入るんじゃないですか。いやどうなんでしょうね。そこまでは聞いてないんですけどね。はい、あ。これ民事ですよね。払わねえとかそんな感じじゃないですか。でも何そんな悪いことしたんですか。そんなやられるぐらい。相当な恨みじゃないですか。何やったんですか。ロさん、それ何やったんですか。その相手には。なんか首を絞めたって言ってる。これが。覚えてないですよね。で、正当防衛なったんで。はい、あ。もしあれじゃなかったら、はあ、パイになっちゃう。俺、はあ、分かんなかったから。はあ、全然覚えてなかったから。はあ、それで。はい、ほんでそのまあ、はい、正当防衛、そう正当防衛になっちゃって、ね、はい、なんか言われて、はいはい、首絞めたら、うん、向こうが包丁持って、いやそうかっさばいてきた。